セブン外伝とエイト両方の私有ができたんですけれども、どうやらエイトの私有で 3D モデルのケイソンがもうできてることに気づいた方がいるようですね。ってことはもう言ってもいいと思うんですけど、 3D モデルを作る際ね、すごいんだよ。私ね、初めてあそこまでカメラに囲まれた。なんかね、360度カメラが、なんかこんなにカメラでできた帯みたいなのが、太い帯みたいなのをぐーるって一周進む、なんて言ったらいいんだろう、あのさ、マジシャンの人がさ、あの着替えたり一瞬のパッパっていうのでさ、なんかやるフラフープにカーテンがついたみたいなやつあるじゃん。あれのカーテンが全部カメラになったやつだと思って、あれで囲まれてバシャって一瞬で撮られるんだよ。 3D 一瞬でね、私の顔ができるわけ。すごくない？試着室のその周り全部カメラみたいな感じ、そうっていう感じでバンって何度かね、私の顔を撮って、でなんかいろんな表情を、なんか 3D で表現する際にちょっと想像できない表情があるからって言ってたかな。でそう、その表情差分も撮らせてくださいって言って、どんな表情だったかな、顔をねクシャーってして笑ってる顔と、顔をクシャーってして、なんかこうなんていうかね、あの酸っぱい、あのレモン食べてうーんみたいな顔のパーツを全部真ん中に集中させた顔みたいなとか、思いっきり口が大きくうわーって開けた顔とか、そういうので表情、ちょっと変わった表情を何個か撮りましたね。アヒ顔は撮らなかったかな。メガネの反射も再現してたらしいですよ。もうエイトすごいよね。あとこれはもう言っていいって言われたんですけど、今回の龍が如くエイト、もちろん日本語の音声、英語の音声、そして今回中国語の音声があるってことですけども、声優もちろん私がやってます。英語音声も私が、声優っていう形でやらせていただいておりますので、皆さん、英語ボイスも私です。よろしくお願いします。 I'm gonna 3D print that model too if they don't make a figure first.